2024年8月22日から2024年9月5日までのグランツーリスモ7でのオンラインタイムトライアルイベントがこちらです。 GR2 車両を選んでですね、鈴鹿フルコースを攻略するというものになっております。今日はこちらでゴールドを取る方法を解説していきたいと思います。対人戦ではないと、個人で走るという扱いになっているからか、プレイステーションプラスに入ってなくてもオンラインタイムトライアルは遊ぶことができます。ワールドレコードという世界で一番最も速い記録が載ってます。これによってここのターゲットタイムが変わり始めます。13日後の締め切りまでです。できるだけ高いところを狙っていきましょうっていう競技ですね。ここが47秒811からもっと速いタイム出ますと、ここもそれに合わせて変わるんで、できるだけ高いタイムを、良いタイムを出しておいた方が安心です。ゴールドのまんま13日後を迎えると、その時に2億クレジットがもらえるということになっております。で、できるだけいいと思う走りしてきましたので、それを見ながらどういう風に走ったらゴールド取りやすいかっていうのを解説していきたいと思います。車は NSX を選びました。そうですね、これがね、なんと後述するサーキットエクスペリエンスというものと同じ車種になっておりますから、教習車と同じですね、はい、ここのオンラインタイムトライアルでゴールドを取れたら、サーキットエクスペリエンスもほぼゴールドを取れると思います。あっちもゴールド取ったら1億クレジットということになってますので、まだの方はね、やるととても稼げますね。今回ランキング上位も NSX か GTR が多い感じでしたかね。17時5時57分現在のランキングですが、選択制なのですが、ワンツーが NSX、 そして GTR、 NSX と、うん、NSX 優位に見えます。これは分かりませんけどね、うん、そのサーキットエクスペリエンスが NSX だったからかもしれません。私もそういった理由で最初は NSX を選んだんですが、今日は今からの解説は NSX での走り方になりますね、はい、その点をご留意ください。こちらが私が先ほど実際に走った時の様子ですね。この辺まではあんまり関係ない、ここからですけど、この辺から頑張っていきまして、まず最初の留意ポイントはここですね。ここの縁石を乗り越えるとき、脱出して縁石より外に後輪が行ったときですね、姿勢を乱しやすいので、そこを意識して走りましょう。気をつけておいたら、ハンドル切りすぎてなかったら乗り切れます。3、4、これがですね、回し切ったらいいか自分でもよく分かってないんですけど、4速の最大到達スピードは229まで行きます。でですね、5速がですね265ですね、264ぐらいを、そこまでエンジン回せると覚えておくといいです。これは NSX の場合ですよ、しかも新型のです。で、こうですね、実際に私が走った映像ですと、ここに赤いしましまと黄色い点線と黄色いポツンがですね、出てるのが、これが私たちの考えてる売りなんですけど、これがあることによって目安が増えて、どういうところを通ってるのか分かってもらいやすくなってるかと思います。ゲーム的にはここでブレーキを踏むのが、これは推奨されてるという意味ですね。赤いしましまに乗っかったらもうブレーキ踏みましょう、いろいろあるんですけどね、前が乗ったら後ろが入り切ったらとかあるんですけど、ここはなんと後ろが乗っても行ってしまいましてですね、ここまで行くんです。内側の縁石ですね、の手前まで行きます。アクセル全開のまんま、ここに左にマーカーがありましたけど、あれを目安に右に切ってください。で、縁石の今ですね、手前とフロントタイヤが並んだってとこですね、平行に並んでます。この辺りになったらブレーキを踏みます。ブレーキを踏んで急いでギアを変えるのではなく、順次落としていく感じでやりますし、ブレーキもフルじゃないと思いますね、加減して曲げます。中を行くような感じですね、コース5でもフルです。感覚としてはガン踏みしてるとこれ曲がらないんで、私は全部踏んでるつもりじゃなかったんですけど、フルです。この後次第に緩めてはいくと思います。ふわっと結論から言うと3速で回っていきますね。やっと緩め始めましたね。
このコーナーを3分割するとしたら、2段階目で平行になったらブレーキ緩め始めるって感じですね。3速にして曲げていきます。この点線など見ましょう。踏んでいきます。あとはですね、点線も見てもいいですし、もっと見るのはここにゴーストが走ってますけど、半透明の車が、これはですね、私が走ったものではなくて、ゴーストのダウンロードというのができるんですね。ランキングボードから一番速い方をダウンロードしてですね、できるだけそれを見ながらついていくのがおすすめです。3速で立ち上がります。ここで4速、ここまっすぐ突っ切るような感じですね。この角度で突っ切るような感じです。必要以上にここの左にやらないって感じですね。これが S 字ですけど、これの後半部分はまた3速にして曲げていきます。もうブレーキは離してますね。で、ここの赤いしましまでもう一回ブレーキを踏みます。その時に3速ですね。踏んで3速、まっすぐです。左に行き過ぎない、重要ですね。ここからしばらく3速です。これが覚えやすいと思いますね。ここで4速に変えたくなる感じがあるかもしれませんが、まだ3速でいきます。続きましてはマーカーが見えてきます。ポツッとよく地図に置いてあるやつですね。あれを前輪が通り過ぎた直後にブレーキをします。ブレーキ右にハンドルを切る、シフトダウンして4速にする、ほぼ同時でやります。そうしますとクイッと右を向きます。すぐブレーキを離してアクセル踏むという感じにしますと乗り越えられます。ここはですね、勢いで行ってしまいましょう。結構ね、うんって感じがします。でですね、理想を言ったらもうちょっと外に出てもよかったです。この緑のところに右タイヤが行ってしまうとタイム無効になるんです。ここの表示が赤くなります。それはタイム無効なんですね。それはやらない方がいいんですけど、もうちょっと右まで行きます。結構ですね、忙しく次の赤いしましまが見えてきます。赤いしましまが迫っていることに気づかないぐらいの印象になっていると思います。赤いしましまに車体が飲み込まれたと思ったらすぐブレーキを踏むぐらいがいいと思いますね。間に合います。2速にして1回曲げ、右に切る直前に2速にしまして、2速だと思いっきりアクセルを踏んでいくと滑るので3速にして立ち上がるという感じです。大抵はですね、ここのマーカーを基準にしていろいろどんな操作をするか考えるといいんですが、ここは信号機があるんですね。信号機を通り過ぎたなと思ったら右に切って寄せていきます。ゆっくりですね。マーカーをリアタイヤが通り過ぎたぐらいで別にいいんですけど、その分この右が寄せやすくなってね、奥にすればするほど楽になるんですけど、適切に、あんまり奥だとダメですけどね、あの辺までだったら楽になるんですけど、この辺が距離的にいいのかタイムが出る印象ですね。右に寄せて長い間右に寄せます。で、ブレーキのタイミングはこの縁石の終わりでですね、終わりにリアタイヤが並んだぐらいです。リアタイヤが並んだら最後にもうちょっとクイッと右にくっつけてですね、まっすぐです。その後はハンドル操作をやめるといった感覚が大事ですね。しばらくやめて全力で止めるんですね。ハンドル操作をしてると止まりにくくなっちゃう。踏みましたね、今ね、まっすぐです。しばらくまっすぐやって、またマーカーあたりから左に行く感じですね。一回左に切った後1にして、ここにくっつけるイメージで、1にギアを落とした時クイッと曲がる、くっつけるために1にして2です。2にして立ち上がる。ここはですね、
思いっきりアクセルを踏むと滑るのですが、踏まないわけにはいかないといった感じですので、ね、ハンドルを切りすぎないよう、もう外に向かって飛んでいくと。そんな感じですね。早めに外に行きます。まっすぐです。本当はですね、ここのマーカーより左に出ていきたいというか、マーカーより奥で一番外に行くというような感じが楽な感じがするんですけど、それをやってるとですね、車が滑るって無理ですので、こんな感じで出ていく感じがします。滑りそうになったらもうハンドル切るのやめるって感じですね。アクセルを踏むのをやめるではなくて、ハンドルから融通を利かすというような感じになると思います。長い右はインベタで行きまして、次のしましまは、車体が全部、ここのしましまの中に入った直後でブレーキをします。あるいは、しましまを出してない方は、ここの細い道にフロントタイヤがぶつかりそうになったなと、並びそうになったなぐらいでブレーキを踏むと、だいたいいいタイムですね。ブレーキを踏むとこまで見てみましょう。あ、まだ行ってますね。これがですね、サーキットエクスペリエンスというものがありまして、あちらはですね、ワールドサーキットから行けます。スポーツモードじゃない方ですね。あれとタイヤも同じで今、同じ車で走ってるんです。しかし、今回のオンラインタイムトライアルイベントでは、バランスオブパワーというものが適用されてまして、ちょっとパワーが落ちてるので、スピードが上がるのが遅い分、ここまで踏めてるのかもしれません、アクセル。初めて自分のリプレイを観察して気づいたのですが、この小道、半ばでしょうかね。この直後にブレーキを踏むと思います。ストップウォッチを止めるあの遊びみたいに、ね、パパッとやってます。もう踏んでましたね。小道半ばで踏んで4速にして、4速で回りますね。また複合コーナーですね。スプーンってやつですね。しばらく長い間4速です。3速にしてましたか。3速にして、曲がりが緩くなったのを見逃さないようにして、もうカーブは常に曲がってるような図形に見えるんですけども、曲がりが緩くなったなと見計らって、もうこのような感じで外に向かって踏みます。赤いしましまにフロントタイヤが乗ったらですね、警戒するような感じで今、一回減速しました。ブレーキをまた再び抜いて、本格的な次のブレーキに備えます。それがしましまの終わりでしょうね。しましまの終わりに差し掛かろうかと、このあたりで次のブレーキを踏むんじゃないかな、と思います。踏みましたね。なんと、その間にも隙をついて、赤いしましまの中でも一回アクセルを踏んでました。ここに入っていきます。黄色い点よりもうちょっと、ほんのちょっとだけ外に向かって、踏んで出ていく。感じでしたね。ここはフルスロットルで行きます。フルスロットルから外側のマーカーノーズ触れたあたりで左に切っていきましたけども、左に切っていったら縁石に当たるんですね。縁石からは極力この内側を通っていく感じで締めていきます。行きましたね。で、赤いしましまに飲み込まれたらブレーキです。結構急ぎ目でギアを落としていって2速にします。一瞬1速変えるんですけど、それは曲げるための1速って感じです。で、2速でこの後やりましてですね、50を過ぎたあたりで1速ですね、ブレーキ踏みながら。1速、すぐ2速に変えると思う。変えていきます。でですね、これがですね、結構厳しいポイントなんです。タイムまたね、運みたいな感じですね。大きく変わってしまいます。うまいこと走ろうと思ってても左タイヤが緑に乗ると多分ダメでしょ。左タイヤはここの赤と白のしましまのここを通過します。できるだけね、通過できてないけど極力それを目指すという感じ。赤白しましまの縁石の終わりからすぐさま左を目指しまして行きます。
ですね。これも右タイヤがこの緑に乗ったらダメでしょうね。で、縁石を乗り越えてる間はアクセルを全開にすると滑るので、加減しながら恐る恐る踏んでいきます。恐る恐るですね。踏みました。まだ全開じゃないです。縁石降りたぞと思ったら短い間、隙をついて踏みます。縁石を降りたなと思ったら全開でいいでしょうね。進路によっては厳しいんですけど、全開にして次の対岸の縁石を目指しますね。対岸の縁石に乗せます。いつか降りるんですけど、後ろのタイヤが降りた時に姿勢を乱しやすいですね。これスタート地点にもう戻ってきてますけど、スタート地点でも多分私同じこと言いましたね。あんな感じです。ハンドル加減を気をつけて行きましょう。そうすると1分49秒099ですねができます。真似してもらったらゴールが取れるんでしょうね。ここの4、次に3をしてからがですね、これはここが慣れが必要ですね。なんというかここはなるようにしかならないって感じなんですね。で、3のまんま、ここも難しいんですけどね、こんな感じです。で、やりましたらボートが取れます。先ほどの解説を走った時のアシストセッティング、これですね。トラクションコントロールは0、これで車のパワーを最大限に発揮していきましょう。鈴鹿はコーナーが長いので、この標準というのが、ブレーキですね。ブレーキの標準というのが、旋回性重視です。旋回しやすくなります。弱いにすると正当性が高まりますが、今回は標準で走りました。これがですね、走行ラインアシストですね。ドライビングマーカーとドライビングライン。コース上に現れてた黄色い表示ですね。ドライビングラインの方が点々です。これはですね、オンにして、走るのがおすすめです。目安として使えるからですね、研究に役に立つと思います。ブレーキングエリアがこれですね。そろそろブレーキを踏んでくださいよっていうあの赤いしましまです。よくやってたフロントタイヤが乗ったらブレーキとか、車体全部が赤いしましまに入ったらブレーキって言ってたのがこれですね。スタビリティマネジメントはオフにしました。これがオンになってると、スタート地点あるいは最後の最終コーナーのあの試験員ですね。あ、この縁石を乗り越えるような時これが入ってると、ガッと縁石を踏んだ瞬間、ハンドルが固まったような、車の方向が固定されてしまうような感じになって、走りにくいので今日はこれをオフにしました。カウンターステアアシストは弱いですね。これがですね、あんまり滑るような車なら強いにするっていうのも手ですが、強いにするととても曲がりにくいですね。というような感じです。どうなのかな？結構難易度は中くらいということでしょうか。走る車によっても難易度は変わりますね。コース自体は難しめだと思いますね。難しめです。うん、最近難しいの多めですね。中くらいのちょっと難しいぐらいになるでしょうかね。一つ前の鈴鹿が舞台になったタイムトライアル覚えてらっしゃいますでしょうか。キッズでした。あちらは鬼でしたけども、それよりは十分できるという、やりやすいという感じですかね。あれに比べたら全然やりやすいという感じでした、うん、で、これが GR2 車両の中から選んでやるという形式になっております。でですね、鈴鹿難しいサーキットですけど覚えてないよと、サーキットがよくわかんないなという方はですね、サーキットエクスペリエンスというものをやってみるのもいいかもしれません。あれがですね、セクターごとに練習できますのでね、覚えるのにはいいです。そして初回クリア時ですね、オールゴールドでクリアした場合1億クレジットを獲得することができます。今回のもクリアすると2億クレジットです。オンラインタイムトライアルで2億クレジット。サーキットエクスペリエンスをまだクリアしたことがないよという方は、これと合わせて3億クレジットを手に入れるチャンスですね。
サーキットエクスペリエンスとオンラインタイムトライアルイベント。これね、走らせてる車が非常に近いの。例えば、オンラインタイムトライアルができた人なら、ほぼ確実に、オンラインタイムトライアルでゴールドを取ったとしましょう。そしたら、ほぼ確実に、サーキットエクスペリエンスのゴールドが取れるという感じだと思うのでね。これは忘れないように、どっちもやっておくのがおすすめですね。今回の解説動画とサーキットエクスペリエンスでもほぼ同じことを言ってるんですが、サーキットエクスペリエンスの方の解説も出すつもりですので、動画として出すつもりですので、興味があったらそっちも見てみてください。もし苦戦するよという方はですね、特にこっちですね、オンラインタイムトライアルの末尾には、私が止めながら、ここのポイントでブレーキ踏んでくださいね、3速で立ち上がりますって言ってたのをやめてですね、私の解説なしで一周丸々映したのをですね、載せますので、あれを見ながら感覚をつかんでくれるといいですね。あっちの方が分かりやすい場合もありますから、それを見て、いろいろ挑戦してみてください。何回もですね、一回じゃ覚えられないと思います。まず、私の喋ってる解説部分で、だいたいこういう風にしたらいいんだっていうのをですね、覚えてもらってですね、私の解説付きでないやつ見てもらって、こういうスピード感か、こういうリズムかよ、感じかよっていうのを分かっていただいて、だんだん分かっていただいて、やっていただいたらですね、できるようになってくると思います。できるようになっていくといいですよ。これはですね、腕が上がるって感じですから、次のオンラインタイムトライアルもできるようになるってわけです。金策もやるとしましょう。金策も楽になるっていうわけですね。いつものコース周回。なので、ぜひとも、これを結構ね、重点的に見てもらうのがおすすめです。実際の取り組み方としては、まず走ってみる。できなかったら、私の見る。もう一回走る。で、また私の見るっていうのが、おすすめの上達法ですね。という感じでした。ここまでお届けしてまいりましたのは、エクストリームアーティストのラブレーとモラでした。皆様、動画のご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。 See you next time。